それでは次にコンピュータの内部の紹介に進みたいと思います。ここでは動画でコンピューターの実際のコンピューターの内部を紹介していきます。それでは実際の計算機の内部の仕組みを説明したいと思います。今回はちょっと古いんですけれども、パソコンを1台用意しました。でこのパソコンはサイドパネルを開けて、中を見せたものです。一応正面は、このような形になっております。で、まずこのパソコンの内部ですけれども、ここの辺にその緑色の基板があります。でこの基板はシステムポートとかマザーボードと呼ばれておりまして、コンピューターに必要な、いろいろな機器をが据え付けられている基板です。で真ん中に、こちらに黒いものがあります。で実はここにこの下にですね、この CPU が収まっております。で、CPU はしばしば熱を大量に発生しますので、この場合もそうですけれども、CPU の上に、ヒートシンクと呼ばれる熱を逃がす機器が持ってつけられておりまして、でその上にここではそのファンですね、扇風機の役割をしますけれども、ファンがつけられております。大抵の場合は、CPU はこのような形でファンを取り付けて空気、冷たい空気で、冷やすわけですけれども、と、中にはその水冷といって水を液体を使ってこう冷やすような機構も存在します。で、その CPU なんですけれども、ここのパソコンにつけられている CPU と同じ形のものを手前に持ってきました。CPU は実際にはこのぐらいの大きさ、形をしております。このパソコンにつけられている CPU は正方形です。そして裏面を見ますと、このように非常にたくさんの数の その小さなピンが出ております。で、これがそのシステムボード上にの CPU のソケットに取り付けられて、データやが CPU とそれから他の機器の間でやり取りされるということになります。で次に主記憶装置のメモリですけれども、この CPU の上のですね、ここのスロットに何枚か収まっております。このような形で入っております。それから外部記憶装置のハードディスクですが、この機械ではこちらの、このマウントにですね、収まっておりまして、実際に取り出すことができます。このような形で、そのハードディスクが収まっています。で、そのハードディスクなんですけれども、実はケースを開けて中を見る機会というのはほとんどないわけですけれども、こちらにそのもう一台のハードディスクを持ってきました。でこれはもうすでに使えなくなっている製品なので、実際にこのケースの蓋を開けて、見たいと思います。で、蓋を開けるとこのような形になっておりまして、で実際にですね、そのディスクですので、この金属 の円盤が何枚か中に入っております。このハードディスクでは2枚の金属板が内蔵されています。そしてその上にですね、このような金属板の上をこう走り回る機構があるんですけれども、この腕の先端に磁気ヘッドがついていまして、でハードディスクはその磁気で情報を記録しますけれども、この磁気で情報の記録を行ったり読み出しを行ったりします。なおこのハードディスク のディスク本体はですね、非常に頑丈な構造をしておりまして、なかなかそう簡単に壊すことができません。実際に以前この、データハードディスクを廃棄する際にこのディスクの破壊を頑張ったんですけれども、なかなかその曲がりにくいとかですね、それから穴も開きにくいとかということで、その
まあ、いわゆる破壊工作をするのに非常に苦労した記憶があります。それからですね、これはまあ、パソコンですね、据え置き型のパソコンでよく用いられている、直径が3.5インチのディスクを使ったハードディスクなんですけれども、もう一つ、右側に持ってきましたのは、もうちょっと小型のハードディスクですね。まあ、厚さも若干薄くなっております。この右側のハードディスクは、主にノートパソコンに使われるものでして、で、ここではその直径が2.5インチの、ディスクが用いられております。それから、最近はですね、今、こちらにもう一度、もう一個右に持ってきた製品なんですが、これはソリッドステートディスク、SSD と言いまして、外部記憶装置なんですけれども、その半導体を使った記憶装置が最近はよく使われております。こんなふうに裏側にもですね、メモリが取り付けられておりまして、ただ、主記憶装置のメインメモリと異なるのは、こちらの、SSD のメモリは電源を切っても、まあ、ない中の情報が保持されるという点で、異なっております。ちなみに、このですね、ハードディスクは、まあ、だいぶ昔のものでして、容量が 40GB なんですけれども、右側の SSD の方はもう少し最近のものでして、容量が 256GB あります。ですので、まあ、最近のその記憶装置は、まあ、容積がだいぶ昔よりも小さくなって、記憶容量も大きくなっていることがわかるかと思います。それから次にですね、もう一つの外部記憶装置として、こちらに挙げますのが DVD ドライブですね。まあ、CD とか DVD のドライブです。まあ、これはパソコンの本体に内蔵するような形の DVD ドライブですけれども、まあ、最近ですと携帯型の製品もあります。で、次に、まあ、補助記憶装置で、お目にかけるのは、これですね。今はもう使われることがほぼなくなりましたけども、このフロッピーディスクと呼ばれる、ものです。で、これもディスクというもので、実は中にですね、このシャッターを開けますと中に、こういう黒いものがありますけれども、まあ、これがそのプラスチック製の、円盤の形をしております。で、これが直径が3.5インチの、円盤を使っているので、まあ、3.5インチのフロッピーディスクと呼ばれて、おりました。それからあと、2つ目、右側に持ってきましたのが、それよりもさらに、大きなサイズの、フロッピーディスクでして、これ右側のものはその直径が5インチのディスクです。ですので、5インチのディスクというふうに呼ばれておりました。で、まあ、歴史的にもその5インチの方が古くてですね、あと、これ見てわかるように、この3.5インチのディスクのようなシャッターもなくて、磁気面に直接こう手が触れられそうな形になっております。それからあとは、これは皆さんも現在よく使っていると思いますけども、この USB のメモリースティックですね。で、ちなみに、このフロッピーディスクなんですけれども、容量がどのくらいだったかというと、大体1メガバイトですね。1ギガバイトではなくて1メガバイトです。ですので、1ギガバイトの大体1000分の1ぐらいの容量なわけですね。ですので、まあ、皆さんよく使っているその USB のメモリースティックで、まあ、1GB のようなもの、1GB はかなり容量、今では小さい方となってしまいましたが、それが実はこの左側の3.5インチのフロッピーディスクでは約1000枚分という、フロッピーで、
記憶しようとしたら、こう恐ろしい容量だったと、なっているということがわかるかと思います。あとはですね、昔はこんなものもありまして、これは光磁気ディスク、MO と呼ばれるディスクで、した。で、15年ぐらい前まで使われていたものですけれども、これのディスクの容量が大体、230メガバイトで、で、今のようなその USB メモリが普及する前は、その割とその大容量の、外部記憶媒体として使われておりました。ということで、以上で、コンピューターの、内部の仕組み、それから、さまざまな記憶装置について紹介をいたしました。